セール・カールマーン広場、セール・カールマーン広場とは、ハンガリー・ブダペストにある広場、モスクワ広場とも言われる。この広場は、ブダペスト市内でも、有数の交通結節点であり、モーリッツ・シグモンド園系広場とも比較できるほどである。この広場から利用できるトラムは4、6、18、41、59、59A、61の各系統。 そしてバスは5、16、16A、22、22E、39、90、90A、91、102、116、128、149、155、156、190、222、256の各系統がある。また、地下には、ブダペスト地下鉄2号線のセールカールマーン広場駅が存在している。 この広場は旅行者がよく向かうブダの丘方面に至るバスが多く発着するため遠足等では待ち合わせ場所として利用されることも多い。また、その交通量と近隣に立地する商店の数からこの広場がブダ地区の中心部であると考えられることも多い。そして、ブダ城にもほど近くバスならば16、16A、116の各系統が出ており、 徒歩でもアクセスできる距離にある。この地域は、オーストリア・ハンガリー帝国内、ハンガリー王国首相であったセール・カールマーンの名を、とって、1929年に、セール・カールマーン広場と名付けられた。その後、ソビエト連邦の侵攻により、共産化した後の1951年、この広場の名前は、ラーコシマーチャーシュの知性のカモスクワ広場と改称された。その後、 1956年のハンガリードーラン初期に、聖ケシュフェヘルバールにまで至っていた、ソビエト連邦軍は、ブダペストを占領しようとし、この広場に侵攻した。しかし、この時の侵攻は、失敗に終わり、同年11月の再侵攻までの間、ブダペストは占領されなかった。その後東欧で、共産主義が対抗するとかつての名前の復活が叫ばれ、 2011年3月26日、ブダペスト市議会はこの広場の名前を、モスクワ広場から元の名前であるセールカールマーン広場に戻した。これに際して、広場の修繕が検討され、予算として30億フォリントを計上した。ありがとうございます。